演劇好きの皆さん、こんにちは、どんちゃんです。いらっしゃい。今ね、極力毎日配信やってますからね、ぜひ楽しんでってくださいというところでね、今日はアガベラバー必見、どんちゃんの胴切り祭りスタートを見に行こうのコーナー。さあ、胴切りやってますか？ね、アガベ知らない人のために言いますけれども、アガベちゃん、胴切りという増やす方法があります。胴切りをすることによって小株が増えます、いろいろとね。で、もうじゃんじゃん胴切りしたのよ、この前。なんか知らないけどストレス溜まってたんかな。汚くなったアガベはもうおさらばえっつって、おさらばええ言うてね、切りまくりました。で、僕が切る、そのね、なんかこう基準、切りたいなーっていう基準があるから、ちょっとね、お話しさせてもらって、会場の方にお連れしたいと思います。ではね、まず、切りたくなる、一番の要因は、虫食いでございます。虫食い、どんなもんかちょっとお見せしようか。これ僕がね、未生で育ててる、もう最高のアガベちゃんなんだ、これ未生よ。僕が種から育てたやつね、かっこよくない？で、ここ見て。虫食われとんねん、これ。これが虫食いの跡なのよ。ちょっとね、はみ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 して、はみはみがね、すごい傷になる、将来的に。小さい頃に噛まれた傷が大きくなったら、ボンチ。これが結構ね、蚊がギャンおるたい。蚊がギャンいます、今。もう、涼しいのに。早くどっか行ってほしいと、今ね、仕事終わってみんなに会いに、来るために動画をね、撮っております。今帰ってきたとこ、腰痛い中働いてきました。なんとか復帰2日目でございます。でね、ちょっと話がブレるっちゃね、ごめんね。そうだから、こんな傷が出てくるとね、テンション下がるわけ。ああ、もうこれ、いつまで？で、ずーっとずーっと傷が出てくる。アガベマイトとか、アザミウマとか、いろんなね、原因はあるんだけど、徐々に徐々に出てくんのよ。もうずっと見るのがもう、なんかね、テンション上がらんちゅうか、ちょっとどうにかしてくださいよと。農薬をまいても消えない。もうほんと愛情かけてもなんでこんな風になったんだ。いつからこんな風になってしまったんだと思うわけ。だから、切るんです。切ったらスッキリする。僕断捨離大好きだから、切ったらスッキリする。切ったらスッキリするのに子供が生まれるんですね。すごいアガベちゃん。でね、ちょっと胴切りして育った子がどんな風になってるかというのを一回見せようかね。はい、これがね、胴切りして出てきた子株ね。親をバンって切ったら、こんな風にね、子供が出てくるの。親の遺伝子がこの子たちに吹き込まれるわけね。これが胴切りした後。だから、こういうね、僕が愛した愛した愛したアガベちゃんも切ってしまえば、子供が増えるわけです。ね、そうやって、アガベ増やしていきましょうよ、という感じでございます。というところで、現場の方に行ってみたいと思います。さあ、見ていきましょう。こちらが、胴切りフェスティバルの会場でございます。いや、切られてるねー。がっつり切られてる。僕がね、愛したアガベちゃん、しっかり切りました。これ全部切りました。掘り田も切りました。で、この子がね、僕が本当に愛してる、未生のね、でかいアガベだけど、切りました。増やします、こんな感じでね。これね、やっぱね、遺伝子を残したい。これがね、やっぱ生物としての本能なのではないでしょうか。ね、このことか、ナチュラのあの株よ。みんなが愛してるあの株。見て。こんなにね、汚いところで続いてたから思い切って切っちゃった。子株出てきてるけど、もうね、思い切った。どうなるだろうね。まあね、本当はね、春とかに切った方がいいのよね。今から涼しくなるから。
ただちょっとあまりに切りたくてね、2週間前ぐらいかな、思い切りが大事、もう悩んだらねダメ、うん、っていうところでどんちゃんの顔に戻りたいと思います。はい、どげんやったでしょうか、切っとったでしょう、ね、僕もねあがべいっぱい育ててきてるけど、決してね全部が全部綺麗に育ってるわけじゃないのよ。綺麗に育ってる株もある。こんな風にね、こんな風にめちゃめちゃかっこよく育てる株もいるんだけれども、なかなかうまくいかない株もおるんです。これがねアガベの楽しいとこ。もうアガベ始めた人はね、虫食いがどうのとかも、枯れとかシワとかもいろ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 悩むね。僕も悩んでた。ただね、あるがままのアガベを愛してどうしようもない時は切って復活させようよというお話でございます。アガベで悩んでる方、アガベでね辛い思いをしてる方、いろいろいると思います。ただ原点に立ち返ろうよ。アガベってあなたなんで買ったの？そこのアガベ頭抱えるためじゃないでしょ、楽しむためだよね。そう、アガベはねすごい楽しいんだ。いろ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 心配になる、それも楽しさの一つでございます。みんなに思い出してもらいたいのよ。どんちゃんは熱く熱く語らせてもらいます。選挙演説のように、私は皆さんのアガベの楽しさを思い出してほしい、そう誓っております。清き一票をどんちゃんに、というところでね、テンションも最高潮になってきたところで、今日動画締めたいと思います。あー、ほんとねアガベってねめちゃくちゃ面白いから共有したいよね、楽しさはね。アガベ最高と思う方はチャンネル登録、そして最高だよドンジャーンという方はグッドボタン押してもらって、僕の腰今ヘルニア中です、治ってよっていう方もグッドボタンよろしくお願いします。というところでね、他にもアガベの動画たくさん上げてるけん、ぜひねそちらの動画欄にも遊びに行っちゃらんねというところで、うん、ところでところででいっぱいところでって言いよるけどね、うん、というところでまた言っちゃった、また言ってしまった。それでは次の動画でお会いしましょう。アガベラバーの皆さん、バイバーイ。